グラチャン史上最大の事件。藤井秀人。昨年11月のグラチャン3、藤井秀人 VS 横山慎吾。先にダウンを奪ったのは横山。しかし藤井は諦めず反撃し、ダウンを奪い返す。そして横山のハイキック、ダウンしたところに追い打ちの蹴り。これに怒った応援団が猛抗議、会場騒然。無事再開されたものの、藤井のダメージは大きく、最後はタオル投入で TKO 負け。しかし藤井は最後まで倒れなかった。激闘が感動を生んだ。今回藤井が対戦するのは伝説の喧嘩師、我流進行。 K1MAX にも参戦した経験がある我流進行。今年はすでに15試合近く戦い、前へ前へ出るスタイルが人気のファイター。今回満を持してグラチャン初参戦となる。我流といえばラスト1分で繰り広げられる我流タイム。グローブを合わせノーガードで殴り合う。我流と藤井、男と男の殴り合いに打ち勝つのはどっちだ。第2部メインイベント、我流慎吾 VS 藤井秀人。Bye!
勝利者トロフィーが贈呈されます。僕はプロで79戦して、こんなことしたの初めてです。本当に申し訳ございませんでした。まあ、今回の試合僕オーバーしたんで勝つのも同然です。とりあえず、次、ファイトまでも何にもやらないので、藤井選手ともう一回、ちゃんとしたゲームもう一度、やりたいと思います。抜け殻が言いたいと思いますし、何でもいいです。全部僕は藤井君の希望に全部任せます。それではもう一度試合にします。今日来た皆さんもう一回見に来てください。ありがとうございました。藤井選手ありがとうございました。ガリュー慎吾選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。土井先生ごめんなさい。はい、あとやべ、書かなきゃいけなかったのにやっちゃった。いいか、はい、もうあんまやりたくないですけど、ガリュー選手がああ言っているので、やっちゃおうかなと。実際、今回ぶっちゃけあとちょっと体重差たくさんありすぎたんですけど、11キロです。11キロ。すげえ血が出てる。もうちょっと頑張り、ゆうじくんごめんなさい。すいません、本当は言うことすっげえ考えてたけど忘れちゃった。頑張ります。土井先生ものですけど、すげえ痛い。もうちょっとだけ頑張ります。11キロ差を超えて見事戦いました藤井秀人選手にも皆様盛大な